チューズです。私にもいつかきらめく金曜日や夢のような日曜日がやってくる。人は皆その日に憧れて生きています。そして全てが風のように過ぎ去った今、いつも私を支えてくれたのはあの退屈な火曜日だったんだと気がつきました。そんな火曜日たちのラジオ、チューズです。人生は火曜日。清武ゆかりがニューヨークからお届けします。今回はジムホールさんのツイートコンサートのために帰ってこられたんですよね、ニューヨークに。そうですね。どうでしたか、ブルーノートでのコンサート。いや、もう感極まりましたね。あの、なんというか、会場全体がすごい大きな愛に包まれてたような。もちろん音楽もそうなんですけども、彼の人間性が、あの、彼が私に与えた同じような影響を他の人にも与えていたのだの、いたのだなと確信しました。はい。どんな影響を受けたんですか？同じギタリストなんで、音楽的にも学びたかったし、そういう影響がまあ一番大きいんですけども、それ以外にその彼のユーモア精神であったり、その人に対する接し方というのかな、なんかライブの様子とかはちょっと聞いてると、会場がよくハハハって笑ってるんですけど、ギャグとかよく飛ばす人だったんですか？よく飛ばしますねすごい飛ばしますね、はい。彼にレッスンを受けてた頃に、なんかその日本のことが好きだと、ね、彼はで日本のその習字、それに興味があると。俺は少しは書けるんやみたいな話っていうか、習いたいんだっていう話をしてたんですよ。でしばらくしたら、なんか家に帰ったら、あのジムからファックスがこうツツツツツツって、昔ですからあの感熱紙のファックスですけど、トゥサトシ井上フロムジムホールってカタカナで書いてあるんですよね。でその下にこう映画書いてあって、自分の顔を書いてるんですけど、でその下にハゲって書いてあるんですよまあそういうあの自虐的なギャグも。何の話してましたか？どのような影響を受けたか。彼の影響を受けて僕も毛が少なくなってきました。それはちょっと嘘ですけどね、はい。時々ねライブを聴きに来てくれるんですよ。わざわざ足を運んでね。寿司レストランがありまして、ビレッジに。そこであのソロギターの仕事をよくやってたんですけども、はい、まあワイワイガヤガヤ食べながらの後ろで私がギターを演奏するという、そういうシチュエーションなんですけども、彼が聞きに来てくれて 2,3 回で、こう一番前に座ってこう、うーんと聞く、目をつぶって集中して聞くんですよね、お寿司屋さんで、なんかその真摯に向かい合ってくれる、その態度にちょっと感動しましたね。その愛想で、あの、来てやったよっつそんなんじゃなくて、本当に来て、本当に一番前で座って神戸を垂れてこう集中して聞く。まあ演奏する方は大変だったんですよ、ね、緊張しそうですよねそうそう、とかもうちょっとガヤガヤしてくださいよとか本当に嬉しかったですけどね、まあ登場してくれただけで本当に嬉しかったですけど、チューズデイズ人生は火曜日。本日のゲストはギタリスト・コンポーザーの井上聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上聡さん、神戸出身、同志社大学卒業後から関西を中心にライブハウスやコンサートで活躍。1989年ニューヨークへ渡り、リーダーやサイドマンとしてジャズシーンで活動を広げる。ニュースクール大学ジャズ科では恩師ジムホールに学び、音楽的精神的に影響を受ける。以後ジュニア・マンス、バリー・ハリス、ロン・カーターなどトップミュージシャンらと共演。ジャズクラブの老舗ビレッジヴァンガードの70周年記念にはジムホールとデュオ出演を果たす。1994年からは演奏活動の傍ら、ニュースクール大学ジャズ科で講師としても活躍。2010年4月、21年のニューヨーク滞在にピリオドを打ち帰国。現在は東京を拠点に活動中です。ジムホールさんとはね、私あのちょっとあのスピリチュアルな出会いをしてまして、本当に出会う前に実はあの出会ってるんですね、私。と言いますとはですね、
大学生の頃にすごい人生の進路について私は非常に悩んでいたわけでございます、うん、はい、はい、大学の専攻は法学部政治学科で全然音楽と関係ないし、まあその頃ロック音楽、ロックをやってたんですけどね、すごいギターとか音楽とか好きでジャズスクールも通い出して、まあ音楽にハマったわけなんですよね。あ、面白いなこれ、どんどん突き詰めたいなという気持ちがあるんですけど、大学まあ大体3年とかにこう就職登録みたいなのありますよね、うん、音楽を目指すのか、あるいは全然そうでないこと、普通に真っ当な人生を送るのかすごい迷ったことがあるんですよね、その自分の、うんうん、やっぱりそういう自分がやりたいこと、音楽これでやってみたい、しかし本当にこういうことができるのか、自分は向いているのか、これで生計が成り立つのか、将来はどうなるのかとか、である日ですね、はい、悩み続けて、ある日夢の中にですね、霊的な象徴みたいな、こう神的な感じでこうジムホールが登場したんですね、はい、でジムホールが私に音楽はいいからやりなさいと、はい、お告げがあったわけです、はい、日本語でですか？そうなんですよ日本語でジムホールが俺に語ったっつって、しかも関西弁で関西弁とは限らないですけど、まあ、日本語でうんうん、ジムホールが私にあんた音楽をやりなさいと、で次の朝起きて晴れ晴れとした気持ちで起きてですね、うん、もう私はこの道を行くと、うん、そこから、ずっと音楽の道を進んでおります、はい、ここでさとしさんとジムホールさんのデュオを一曲お届けしたいと思います。2005年のビレッジヴァンガードでの演奏ですが、All the things you are、 君のすべて、うん、ビレッジヴァンガードというのは本当ジャズミュージシャンにとって何やろうな、まあ私に、少なくとも私にとってはこう頂点なわけなんですね、うん、で歴史的なプレイヤー、ビル・エヴァンス、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、マイルス・デイビス、みんなあそこで演奏してますし、ライブ録音も名盤もいっぱい出てます、はい、まあ本当死ぬまでに一回出れたらええなと思ってたんですけども、でジム先生が一緒にやろうやないかと、決まった時本当嬉しかったんですね、はい、当日にですね、ギターを持って行ってジムにやってですね、私はもうまず初めに彼に握手しながら My dream came true と言ったのを覚えてます。夢が叶ったって言ったんですね、はい、では聴いていただきたいと思います。彼はこの曲をね、紹介する時いつも言うのは私の妻のフェイバリットトゥーンというふうに紹介してますね。All the things you are、This next is、my wife's favorite tune. It's called All the Things You Are. Thank、you
私にお告げをしてくれたと、うん、それがまああのスピリチュアルな出会いですね。はいはいはい。そっから20年ぐらい経ってか、違う10年ぐらい十数年後に、はい、まあ、アメリカに家内と一緒に渡ったわけですね、はい、2年だけのつもりでこうニューヨーク生活したいと、うんうん、でニュースクール大学というところにジャズ科があることが分かって、はい、そこに入ってオーディションがありました、うん、で1曲演奏しました、はい、じゃあなんと、その部屋にジム・ホールがいたんですね、はあ、で彼の方から私に近寄ってきたんですよ。こう演奏がパーンと終わってギターを止めたらこうジム・ホールがあ、ジム・ホールが来たとかって、はあ、私に向かって歩いてきたんです。客席にいたんですね。で Have I met you before? とか言って Have I met you before? あなたにあったかいなとか言って、うん、過去に会いましたかみたいな、うん、話しかけてきてくれて、うん、お前の名前は なんだと、うんうん、ここに電話しなさいと、はい、あのギターを教えてあげるからっつって、まあ、そういうこと本当に実際にあったんですよ。なんて答えたんですか？え、前に会ったことある？いや、その時はもうちょっとびっくりすぎて、うん、あのそういう話をするあのあれだ、あの、うん、もう天に昇る気持ちすぎて、はあ、もうなんか体が震えるような感じでしたけど夢であったという話は後々、それは後ほどしましたね、はい、したんですか？しました、うん、なんて言ってました？彼の答えは You owe me a dinner、 今度晩御飯をおごれと、まあ、ジョークで返してくれましたけど、笑いながら2年間のつもりで奥さんといらっしゃっていましたよね、はい、大学に、はい、そこから21年いたんですか？そうですね、ちょいっと一杯のつもりがはしご酒みたいな、食べていけるかも不安だったって言ってたじゃないですか、その進路を迷ってる時に。それ大学の頃ね、うん、はいはいはい。それでニューヨーク来てみて大丈夫だったんですか？生活いや、もちろん生活できませんよね、その、はい、あのアルバイトして、うん、ジャパニーズレストラン、レストランで。何やってたんですか、レストランで？いや、ウェイターですね。ウェイター、はい、うーん、あのウォールストリートの株式関係のね、証券関係の方がいっぱいおられるような、これまためちゃくちゃ忙しいんですわ。へー、儲かってたんですね。儲かってた、ね、その当時なんか株のバブルやったから、1989年とかなんかな、うん、蝶ネクタイ、蝶ネクタイしてましたね、はい、で、あのランチタイムにね、もうこれでもかっつうか客がドドドドドって来るんですよ。へー、で、まずびっくりしたのは、そのあの証券関係は仕事が早いのかね、もう大体終わってる感じなのかもしれないですけども、ランチにこうなんかあのいきなり酒を飲むというか、うん、酒ボッカマティーニウィズトゥイステッドライムとかなんかこういろいろややこしいこと言うんですよ、はい、あので、寿司はこれでこれでこれで、これにはわさびをよく入れて、これはジンジャー抜き、あのエクストラでつけて、飛び粉は抜いてくれとかね、こうなんかすごい注文が多いんですよねアメリカの一人一人のなんか自分の欲しいものを全部言うと、うん、コカ・コーラはあのダイエットコークで、レモンはつけるな、氷を抜けとか、なんかこういろいろ、もうなんかもうすごいあのいっぱいあるんですよ、うん、でそれが、まあそういうのがアメリカ人がもう3人ぐらい来るともう大変やったんですけども、日本人が来ると偉い人がカツ丼つうと、はい私もカツ丼って、カツ丼6つとかね、これは簡単やなとか、オーダー取りやすいな、こんな話してる場合じゃないな、うん、それでその体験をもとに曲できましたか？あ、できたんですよ。あらら、できたんですか？できたんですよ、本当に一曲、あの本当に忙しいあのレストランだったんですけども、でその一つの高級なプレートというかディッシュの一つで、寿司刺身コンボっていうのがあるね、はい、寿司と刺身のコンビネーションね、はい、うん、それ日本でないですやん。ないですねでもアメリカで結構あの寿司と刺身がブワーッと乗って豪華な、でまたそのレストランではこうなんか木の下駄の上にこうブワーッと乗る、うん、で、あの本当に忙しい時になんかそれのなんか特大かなんかをね、私運ぶ時にバーン壊す、うわ
なんかつまずいたかなんかでね、中央マウス紙と刺身とかなんかバーッ中央待ってるのをこう見ながら倒れたのを覚えてるんですよ。その経験を曲にした曲がありますね。なんという曲ですかそれは。ズバリ寿司刺身コンビネーションブルース。そのまんまですね。これかけるしかないんちゃう。今バックに流れてます。ああそうですか。ではここでさとしさんのアルバムメロディックコンポジションズから一曲をお届けしたいと思います。カムズウィンター、冬の季節の曲です。今までお会いしたミュージシャンの方々、ニューヨークはあの冬が厳しいから春になった時っていう曲だったり、そういう話をよく聞くんですけど、さとしさんの場合は冬が来るっていう。まあ私のジョークが滑って、寒くなって、ね、冬の時代が来たみたい。Thank you.
と毎日ニューヨークにいるのが楽しくて、刺激もいっぱいあるし、常に何かやりたいことがあるという、そうこうなんか進んでいく感じの毎日でした。はい。どんな暮らしだったんですか？いや、あの朝起きて犬に散歩行って学校に教えに行ったりで、夜は演奏したりとか。井上さん、ワンちゃん飼ってるんですか？はい、チワワのミックスなんですけど、ね、今はあの一緒に東京に住んでますけども、はい、名前はチコリというんですけども、はいはい、チコリちゃんの曲があるんですよね？そうなんですよ。私があのチコリを散歩しながら鼻歌で作った曲があるので、タイトルはチコリでございます。今バックで流れてる曲です、チコリ。犬を飼おうということになりましてですね、はい、ハーレムにある犬のシェルターというんですかね、うん、あの保護するとこ、そこで一匹非常に印象に残った犬がおりましてですね、うん、なんかこうビクビクしてて、なんかくるくる回ってはこっち見て、なんかくるくる回ってはこっち見てみたいな、なんか不思議な、これかわいいねと、うん、もらい手あるのかなって聞いたんですよ、そのシェルターの人ね、うん、担当の人。じゃあ、いやこれは今あのもらわれたとこですと、はい、じゃあもうよかったなということで、まあ、その日は帰ったんですよ、うん、でしばらくしてまたうちの家内がインターネットでそういうあの犬を検索するというか、あので同じ犬がね他のシェルターから写真で出てきたんですよね。あれこれもらわれたはずじゃないのと、うん、また結局誰かがそれをもらって手放したのかね、うん、あそういうことか、うん、でその犬をもらってからしばらくして猫も2匹飼い出したんですね、うちは。それもシェルターからに。それはニューヨークの190丁目のワシントンハイツというところに住んでたんですけども、そこに素晴らしいあの公園があるんですね、はい、そこにあのよく犬の散歩に行ってたんですけども、うんうんうん、ある日あの家内があの怪我した子猫を見つけてですね、うん、こう額がばっくり割れてる、生まれてもう生後間もない感じなんですよ。あのこのままじゃ死んでしまいそうなんで持って帰ろうとしたらもう2匹おったんですよ、子猫が。1匹は誰かが引き取ってくれたんで、2匹をうちで飼うことになりまして、その犬とね猫をも日本に持って帰るのが大変だったのを覚えてますね。どう大変だったんですか？機内でチコリが逃げたいう事件がありました。逃げたんですか？なんかの隙にこういなくなって、あの廊下のとこ走ってました、ね、大騒ぎならなかったですか？いや、あの私と嫁さんが騒いでましたけどやばいとか言って、はい、チコリはどんな犬でしたか？散歩が嫌い。でも散歩行ってたって言ってましたよね。あの家に帰ろうとするんですね。だから、家から公園まで手で担いで行って、でそこで地面に下ろすと帰ろうとして、それが散歩になると。僕はね実はツアーに行っててあんまり知らないんですけども、もうガリガリだったし食べないし、うん、もうこのまま死ぬんじゃないかというような、おそういった犬を引き取ろうと思ったんですね。なんかあの怯えてる感じ、あの、うんうん、震えてましたね、あの初めはね、うん、少しずつ慣れてきたんですね。家内の献身的な愛で蘇りましたね。今何歳なんですか？17ぐらいかな、もう結構な年ですけど、ね、うん、長生きしましたね。年がわからないんですよ、だから、履歴がないから。井上聡さん、本日はお忙しい中貴重なお時間とお話をありがとうございました。楽しみは次回に撮っておきたいと思います。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。Thank you.